感情なんてもうどうしても無駄だって悪魔は言った。何もかも捨てちまえよ。赤い深いも喜怒哀楽さえもどうしようもない事実、人は周囲から逃れられない。誰も思考を休める何の味噌を回せ。誰もお前のことなど見ちゃいないさ。おかしくなってしまうことをどうして知る。お前らに完璧で間違った踊り方を教えてやるから、いっせーので捨てちまえ。そんな命ならば何十何百何千何万回学習しなさいな。こうしたってさ空っぽの頭蓋骨だろう。分かっているのかい。感情なんていつ何時でも邪魔だって悪魔は言った。反論するしかない。ああ人生に意味を与えておくれ。世に丸でさえも救えない終焉があると知った。誰も疑わない神様を疑え。思考を休める何の味噌を回せ。誰もお前のことなど見ちゃいないさ。ためらっている数秒の無益さを知れ。お前らに完璧で間違った踊り方を教えてやるから、いっせーので捨てちまえ。そんな命ならば何十何百何千何万回学習しなさいな。どうしたってさ頭の中空っぽなことわかっていないようだ。承認欲にレイプされ、死んだ花をぶら下げている女。何かを愛すことすらままならないまま収まったけ。踊り方を知らない、芸術の価値などわからない奴らに堕落していれば何も見えないまま。教えてやるから、いっせーので狂っちまえ。惨めな姿で何十何百何千何万何億人の中でさ、そして埋もれていたって意図どうして言えるのだろう。ねえ世界が煩っている巨神は健常さでさえ目が眩むような光を放っている。今夜悪魔がお前らに恋をせ、神とやらに惑わされるのよ。